主人公、高谷紀子はですね、大田コーチにより、マシン兵器パイロットに選ばれ、えー。しかし、選ばれた紀子はですね、落ち込み、いじめにもあってですね、事態を申し出ると、私もパイロットなんかになりたくありません。すると、大田コーチはですね、えー、のり子を連れ出すんですね。私には才能なんかないんですって言ったら、お前には才能がないと言うんだな、と。えー、でそこでですね、大田コーチは紀子を連れ出しですね、あれを見ろあれがお前に足りないものだっていうシーンがですね、これですね。もう <laughs>、えっと、 しゅ、あの、お姉様、ま、主人公が憧れてるですね、バラの女王をですね、天野和美さんが鉄ゲタを履いてですね、坂道、だから階段を登っているわけですね。コーチがですね、確かにお前には才能がないって言うんですけども、このシーンがもう大回り込みなんですね。えー、あの、私には才能がないんですっていう時にですね、あれを見ろと言った後にですね、確かにお前には才能がないってこう回り込みをしながら <laughs> 言うんですけども、ひどいセリフなんですよ。あの、観客のほとんどは、 多分、このシーン、うっかり見過ごして笑わないんですよ。本当にね、声優さんの演技力っていうのはマジ最強ですよね。えー、前のカットで鉄ゲタ履いて、お姉様は鉄ゲタをというところで笑わしているので、まさかここをギャグとは思わないんですね。確かにお前には才能がない。しかし、代わりに何々があるというフォローがないんですよね。で、最終回に至るまで、実は大田コーチはなんでノリコを選んだのかっていうの理由を一切語らないんですよ。才能がないのにですよね。 えー、で、えー、それを言った後ですね、お田こちゃんか、まあなんかいい感じのセリフで終わるんですけども、夕日を逆光でバックにして説教してます。才能がないから努力しろとかですね、才能がないから努力しろって言うんだったら別にこいつゃなくていいと思うんですけどもですね、むちゃくちゃの説教されてるけど、夕日がバックだからなんかね、いいこと言ってる感じになってるんですよ。で、そもそも、 才能がないのはなぜ私を選んでるんですかっていうノリコのですね、あの質問にはですね、一切答えない、太田コーチっていうこう設定がギャグになってるんですね。で、その後こう、バンゲリスっぽい音楽がかかってですね、ここも逆光です。とにかくトップはですね、困ったら逆光なんです。で、これはもう今のアニメ界も全部そうなんですけど、困ったら逆光。<laughs> あの光が後ろから来てる感じですね。えー、ロボットがですね、背中にタイヤを乗せて腕立てしてるシーン。これもあの、ギャグシーンなんだけども、えー、ギャグとあんまりバレにくいんです。 で、最後ですね、ランニングですね。またも夕日逆光のですね、ヴァンゲリスですね。あの、上映会ではですね、なんか、ここ笑っていいんだろうかという感じで,ですね。戸惑った感じの笑いがですね、ところどころ起きてるんです。でも、僕とハンド君が行く上映会では、もう僕とハンド君がここら辺率先して大爆笑するのでですね、お客さんが安心して笑うという状況になってるんですけど、こういうのが、まあ、最高に楽しいわけですよね。この なんでしょうね。夕日をバックにしたり、逆光でヴァンゲリスポーを音楽かけると、人間って感動しちゃうよねと。と。そこにちょっとバカなシーン入れることで、でも不思議と僕らの気持ちも盛り上がってくると。<laughs> えー、まあ、上を見てください。えー、ガンバスターの,のりコが立ってるって、のりがモノローグ言うんですけど、セリフ下です。ごめん、ごめんね、スミス。もう泣かないって約束だったよね。でも、キミコは褒めてくれるよね。 ね、パパって言うんですけども、短いセリフで3人に語りかけてるんですよね <laughs>。もう <laughs>、あの、完全に頭がおかしいんですよ <laughs>。で、ここまで変なセリフ言われても、もう、短いセリフなら本当に3人も言う相手が、次々と切り替わってる頭がおかしいセリフなんですけども、人間ってね、これ、なんだろうな。 気づかないというかですね、思わず納得してるんですよ。ここはやっぱ逆行なんですよ。ここも逆行で、こう、回り込み、ここ大回り込みなんですよ。大回り込みでガバスの周り回り込んでですね、逆行をかかってこの世に言われたら、人間やっぱ感情しちゃう、感動しちゃうんですよね。だから、トップを狙いのパロディっていうのは、その、なんだろうな、感動する構造をパロディにしてるんですよ。構造をパロディにしてるのであって、やってることは大真面目なんですよね。